こんにちは。これから楽しみにしてた鋼鉄魔王様の町に行こうと思います。この看板もね、可愛いんだよね。これじゃちょっとあんまり見えないけど可愛いんですよ。金持ち大歓迎、貧乏人もまたよし、というわけで貧乏人の私も大丈夫みたいです。行ってこよう。このさ、色がさ、汚い水がさ出てんのもいいですよねよし、何気にホースがこっちから伸びてる。来た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 。もう身覚えありすぎる。危ないです。どいてください。ぶつかっちゃうです。プルピー、お客さんです。お客さんです。チカチカしてんな。ここは魔王様が夜も寝ないで昼寝して作られた鋼鉄魔王シティです。ホテルでゆっくり休まれた後はシアターでお楽しみください。一番奥が魔王様のお城です。楽しみー。昼寝をするからな。いらっしゃいまひー。これはこれはポポドクドイスの王子様ではないですか。また魔王様のところへ遊びに来てくださったんですね。どうもありがとうございますもうありがとうございますと魔王様でしたらいつものようにお城でふんぞり返っていることと思いますよ。かわいい。これも美味しそうな匂いで何かが焼き上がっている。かわいいなぁ。もう浮かんでる、ここに。魔王様のお城でしたら、この奥の階段を登って進んでいってください。とにかく登って登って、奥へ奥へ登って奥へ登って、と進んでいってください。ひときわゴージャスなゲートがありますから、すぐにわかると思いますよ。すげぇ。派手。このさ、デジタルな感じすごない？この、あの、像っていうか。これ見えんの、映像で。世界を征服、鋼鉄魔王グループ。こっちから行くかな。反念なんだ、これも。かわいい。デパートで何か買い物をしようと思ったのですが、お金が足りないので、おー、気が合いそうだな、君とは。デパートには魅力的でキュートな品々でいっぱいあるのです。見ているとどうしても欲しくなるので、ここでうろうろしているのです。やっぱり、デパートの中に戻って品物を見たいです。かわいい。いるな、ここに。君誰だい？おっとっと、あっちちち。どうでもいいけど、なんで俺はここで、こんなことやってるんだろう。早く村に帰りたいけど、ロボットたちがこの場所から外へ出してくれないんだよな。火の番をしていてくれって言うから見張ってるけど、俺ってお人よしなのかな。みんな心配してますよ。すごい、これかわいい。デパートの看板だ。なんだかとっても派手だ。かわいい、これ。ちょっとさ、またポポドクロイスとは世界観が違うキャラだよね、これ。これ何、このさ、オットセイ？いや、犬か。象がすごい。ここはとってもリッチなお買い物ができる鋼鉄デパートです。屋上には魔王様もご推薦、楽しさ満点の全自動ハウスも用意してあるです。上にあるのか、全自動ハウス。楽しみだね。入るか。すげえ。開くのがすごくない？この。自動ドアすごいな、これ。派手。このデパートはいいですね。いつ来てもいろいろな品物がいっぱい置いてあるですよ。今日もいっぱい買ってしまいました。魔王様お面、ピンズ、マスコット、たくさん買えて嬉しいです。本当にここはとってもいいデパートです。いいね、かわいい。このマークもどうやって持っていこう、これ。上行く、上に行くのか。どういう感じだっけ。すんげえな。やっぱりこの人はかわいい。いちいちその看板とかがめちゃくちゃかわいいんだが。クリスマスツリーだ。ピカピカしてとても綺麗な木がある。ちょっと欲しい気がする。これはかわいい。
あロボミさん、メタリックな体、打ち込まれたネジ、どれもこれもみんな素敵です。二人の愛は魔王様のお城のようにゴージャスで強固で永遠に続いていくんです。あロボスケさん、いつも変わらぬその表情、鋼のマスク素敵です。二人の愛を育てるためなら魔王様のように強力で頑固で周りに何を言われても平気です。なんなん。オブジェが可愛すぎるな。あれどこかで見たような、この豚の声なんなんだろうね。映像エレピだ。全く訳がわからないですわ。いきなりこんなへんてこなところへ村のみんなを連れてきて、せっかく招待したから帰るのとか楽器を演奏しろとか言われても、こんな場所で何をしろと。早く村に帰らないと、楽器も作りかけだし娘も心配していることだし、あなたからも早くみんなを返すように言ってください。頑張ってるエレピは。どうしてここにいなくちゃいけないかと言われてもとっても困るです。魔王様の命令でポレポレ村の人たちをここに招待、ご招待したです。一生懸命に見張っているんです。礼儀を尽くして見張っているのにみんな怒るんです。とっても困ったです。ここ鉄魔王って書いてあるけど、これって何言ってんだろう。道具屋か。ここのさ、ロボットさ、おしゃれだよね。すごい見てよ、帽子かぶって、それでちょっと個性があるっていう。どういう構造だったっけこれ、どうなってんだ。あー上に来ちゃってるな。スター、これ下でしょ。こっち行くか先に。やせまひ、ここはゴージャスな品物がいっぱいの鋼鉄デパートです。よし、じゃあデパート行こう。おーすごい、これ大きなロボットがある。これも売り物なのかな。すごくない。あ、いるいるいる、ウッディだ。別に演奏するのはどこだってできるんだけどよ、ここはちょっと場所が悪すぎるよな。趣味の悪い品物売ってるし、ベースだけでデパートを盛り上げる音楽って言われてもな。やっぱり趣味のいい店でたくさんのお客の前で演奏したいよ。卵があるぞ。デパートを楽しい音楽でいっぱいにしようと思ったんですが、怒って演奏してくれないんです。ああこのシティを盛り上げないと魔王様に怒られるです。困ったです。なんとか演奏してくれないですかね。なんか可愛いのいっぱい置いてあるの。これいろんなものが置いてある。ちょっと楽しそう。ピエトロ絶対さ、ピエトロとガミガミ気が合うよな。すごいすごい可愛い。うわ金かかる。これバスターロット、装備したものの攻撃力を最大限に引き出す。これで殴ると必ずクリティカルに。すごいな。アサルトハンマー、飾る鉄槌、なんだろう、中でもよりすぐりのもの、扱いは難しいがその威力は絶大。貼っといた方がいいか。ジェネラルソード、軍の指揮官用に装飾をした豪華な剣、クリティカル率が 20% アップする。妖精のシール、妖精に作られたというシール、貼ったものの魔力をかなり高めてくれる。貝が上がるのか。安全靴、重いものが落ちても平気な硬い靴、とても丈夫でなおかつ軽量かとこ。ルビーのリング上がるな。大きなルビーをはめ込んだ高価な指輪、ルビーの力で防御力がさらにアップ。うわ買えない。買えないし、ちょっとこれがそのままだったし、また稼ぐか。お守りんとこかな。あシールってこれか。うん下がるけど高え。あ普通のクジラ持ってる。すごいすごく大きな包みだ。中に何が入っているのかな、ちょっと気になる。気になるな。あこれ両方同じなのか。あ違
ちってん？勝負。いやーもう楽しすぎるな、こっからの眺めすごいし、これもなんだこれは。で下に行くのか、あでここに出てくるのか。オッケー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 。門すごい、この門の動いてるよ、すごい。すごいポスト、何か入れる穴がついている。貯金箱かな貯金箱何でも入れるものあると貯金箱になっちゃう。ちょっとここに入って、いらっしゃいまひ。ここは鋼鉄マオシティが誇るニューレフトンホテルです。体にフィットしたまっすぐベッドで背中のデコボコもまっすぐに。ご一泊どうですか？デフトンホテル休んでこん。いくらだろう、50か、ゲイ。すごい下マーク。もうすごい、もう明らかにここに入れというこのなんなんマジで、矢印すごい。ここなんかボロクソい部屋だな。ここのベッドはいいですよ、特製の鉄板のクッションを使用しているんです。荷物を背負っての長旅ですっかり曲がってしまった背骨もここで眠れば一発で矯正できます。へこんだ体を治す板金サービスも無料で実施しているんです。塗装サービスもやっております。すごいな。でも人間のお客様には関係ないですね。失礼しました、どうぞごゆっくりしていってほしいです。なんかカメラみたいについてるけど上のとこに。いやデフトンホテル良かったですね。じゃあこっちもうさ、で先進んじゃうかな、これまだか、まあ、どこまで待ちなんだ。魔王様はそれはもうベリーグレートな方なのです。一度見たら忘れられないあの顔、そしてパワフルなあの行動、何をとっても世界一なのです。この間も好きな子に似ていると誰か王女様をさらってきました。あの行動力は見習いたいものです。さらってきた王女様も魔王様に負けず劣らずにパワフルです。お似合いのカップルになりますね。デフロもマジで明るいからな。派手な看板かわいいな。でもレオナルドだ、なんでこんな場所で一人でぼんやりとサックスを吹いてなくちゃいかんのさ。せめて楽器を用意しろと言って楽譜を用意しろと言ってもトンチンカンのものばかり持ってこう来ようるし、あ早く村に帰りたいわい。こんなとこじゃなくて村のみんなや町のバーの客の前で思い切り演奏がしたいわいこのシティを盛り上げるために音楽を演奏させるようにという魔王様のご命令です。私たちロボットだけでは今一つ盛り上がらないんです。だからこうして村からお客さんをお連れして丁寧に監視して演奏してもらっているんです。丁寧に監視すればするほどお客さんたちが帰ろうとするのでとっても困ったです看板かわいい、ちょっと眩しいよね。オブジェもいちいち動いてんのすごない？またいる。うい、気のせいかな、ここの町のやつらみんな人間じゃない気がするんだな町並みも気のせいか変わっちまってるようだし、やっぱ飲みすぎなのかな。酔いが覚めるまでここでもうちょっと寝てるか最高か、最高かマジで。こっちに行ける、あっちに行ける、こっちにも行ける。この奥はなんだ、この階段登るとデパートの屋上に出ます。屋上にはとっても便利な全自動ハウスがありますよ。なんて便利なんだろう、全自動ハウスあるってよ。あすごいかわいい、あのなんかクジャクもかわいいな。よし35、これもかわいい
なんだろうこれ、株かな。またポストあるし、ポスト多すぎない？どこ届けんの？魔王様の作るシティは広い場所があまりないので、一輪車に乗るのも大変です。広い場所があってもそこへ一輪車を運ぶまでがまた大変なんです。そうした苦労の末ここにいるんです。そうだな、階段多いしな。30ゴールド、かわいい、派手、チカチカする、マジで。で、ここが、いらっしゃいまひ、ここが鋼鉄デパート名物の魔王様ご推薦全自動ハウスです。奥の椅子に座っただけで全部自動でやってくれます。どうぞ中へ入ってください。よし、じゃあ入りますか。もうさ、もう拷問部屋かみたいな感じになってる。こんなに気持ちいいのになんで嫌がるんですかね。さっぱりするですよ。これ何やらされてんだ。タムだ。あ、ぷん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 。いくら俺が小汚いからってこんな風に扱うことないだろ。しかもなんだかオイル臭いし。あー、もうやめてくれ。オイルで磨くのは楽器だけでいいよ。うっ、うわっ、ぷん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 。一番ささらわれてさ、かわいそうなのタムさんじゃない。これロボット洗浄エステ研磨用、研磨用全自動マシーングレート3号鋼鉄魔王印製造所。これいちいち説明出るかな。出ないか、怖いな。もう拷問だよなこんなの、怖すぎる。あ、やっぱりこれってガミガミさんだよな。いやー恐ろしい。ここでもう寝たら最後よ。このベッドで寝たら二度と起き上がれないぞきっと。魔王様は連れてきたお客様に夢中になっています。変な帽子や服を着せてます。お客様に着せるために一生懸命にお裁縫してたんですよ。魔王様がコスプレに興味あるとはちょっとも知らなかったです。コスプレ。ある日魔王様が外の世界から女の子のお客様を連れ帰ってきたんです。魔王様はそのお客様に新しい洋服やご馳走を出して一生懸命もてなしていました。この調子で人間の客を集めてもっと城とシティを盛り上げろと魔王様が言ったんです。それで私たちは近くの村にいた音楽を演奏する人たちなどをシティにご招待したのです。だそうですよ。皆さんを驚かせるために突然のご招待をしたのですが、何かまずかったですかね。なんかどんどん奥行けるな。まだこっちも行けるよね。どこここ、あ、この上か。この上があそこで、ここも行けるはずだ。ちょ、読めない。読めないかこれは。読めないか。魔王様の活躍が、総天然色で楽しめます？ガミ、鋼鉄魔王シアター。こっちシアターだよね。先こっち行こう。おお。魔王様の大活躍、続々新作が登場します。アフロー。マイルドトヨージのポップコーンは、カロリーが高すぎるからたくさん食べちゃいけないんです。あとでヘルシーなあっさりガソリン風味のノンフライコーンを買うですよ。まずそう。お菓子ばかり食べているとデブロボになってしまうですよ。こいつらでも太んないよな。ポップコーン食べるです。マイルドトヨ味のコーンです。かわいい。あ、シアターちょっと待ってね。お土産はここだ。ここ持ってるガミジョージオーラマナルツヤ人形。そう、お金マジで貯めなきゃまずい。欲しい。ただで見れるっけこれ。これなんだ、ポップコーンの機械か。ちょっとオイル臭い。よし、見ていこう。見る。ドキドキ。凝ってるよなー、もうここから。
今日ナルシアちゃん楽しい？とっても楽しいわ。あれ、アリくんじゃないか。僕たちと一緒に遊ばないか？変な人ね。まああんなやつは無視しておこう。さあ遊びの続きをしようか。あ、雪だるま。全然なんかキャラ違ってる、アリくん。これで冬対策は万全だ。さあナルシアちゃん、もっともっと食べてくださいね。嬉しいわ、ありがとう。なんだお前は。人の家に勝手に入りやがって。あと、何か食べるものを。え？寒くて死にそうです。何か食べるものをくださーい。バッキャラ。お前は夏に何してた？あん？俺様はな、お前が遊んでたあの猛暑の中、この冬のためにアクセク働いてたんだ。お前がごちそうにありつくなんざ。早い。出ていけ。さあナルシアちゃん、二人きりで楽しくやろうね。こうしてアリのガミガミくんはナルシアちゃんと仲良く冬を過ごしたそうな。凝ってる。もうなんて言ったらいいんだろう。もうこれ結構さ、システムなんだろう、設備良すぎ、良くない？ここ劇に変な効果音が入ると思ったら後ろの人のいびきだったんです。びっくりしたです。劇の見せ場が後ろの人のいびきで聞こえないです。すごいいびきなんだ、この人か。おお、すごいでかい。やっと指定席を確保したです。チケットですに徹夜で並んだです。苦節3ヶ月、やっと指定席に座れたんです。今日はゆっくり見れて。でもここほんといい席だよね、この正面の席。なかなか難しいんだ。突然変なロボットに連れてこられて、ここでゆっくりって言われたけど、つまんない劇だな。裏の彼女は心配してないかな。それにしてもつまらないよな、この劇。指輪もいいんですけれど、王様印のバッグも欲しいです。このシアターが終わったら、デパートで2人のエンゲージリングを注文するです。プラチナのナットに金のネジで作るです。すごいな、ロボットのやつ。いいね、ロボットのエンゲージリング、いいな。で、これ私の好きな人じゃないか、これね。え、あれ、君たちどこから来たの？あー、びっくりして喋りがアレグロになっちゃった。他の村の人、久々に見たもので。僕、ポレポレ村の村長の息子です。このロボットたちに三連符のように連れ去られたんです。もうセンス良すぎだよな、ほんとこの人。で、気がついたらこの町へ。不安で気持ちがピアニシモだったけど、このシアターの劇、面白いんです。で、クレッシェンドの心がクレッシェンドにだんだん盛り上がってきて、何回もリピートして見てるんです。もうさ、もう一回ダカポしようかな。最高だな、マジで。村長の息子マジで好きだな。いやー楽しい。よし、じゃあこっち行って、奥に行きますかね。すごい、
子が野菜麻痺、悪と欲望、そしてそのための科学。あ、鋼鉄ミュージアムはこちらですよ。ミュージアムこっちだって。渋ポスターとか渋。これちっちゃいの欲しい。いっぱいあるよ、あっちに上に乗ってる。欲しい。あ、そう、これ見れるよな、確か。魔王様の城の歴史。ポポドクロイス国を出てさらなる発展を遂げた魔王様。すごい。神々ロボットの歴史。形式 G の DF101 量産型ノーマルロボ。これかわいいよね、この量産型ノーマルロボの一番左のやつがめちゃくちゃかわいいと思う。形式 G の DF102 ギャル型ノーマルロボ。ギャル型なんだあれ形式 G の DF デフか、デフガミガミデフかGDF って201量産型チビロボ。これチビロボなんか。G の DF301 量産型ノッポロボ。形式 G の DF38B か、戦闘型ロボ忍者。形式 G の DF52B 戦闘型ロボ侍。形式 G の DF88B 戦闘型スチームパワー。楽しい。ここマジでマジないかな、この鋼鉄ミュージアム。年パス買うわ私年パス買うわこんなん。形式 G の H180B 襲撃をガミガミヘリ。これでポポロ城を攻めました。これかー、すげー。あー見えない、なかなか。よし、ここも楽しそうだなー。神々ロボットの歴史。形式 G の DF01PDA ハンドメイド試作機。おー、これは形式 G の POD01 男のロマン緊急脱出用ポット。布団も引ける広々設計なんです。マジあれかはいはい、こっちの見れないかな。これか。形式 G の GG100B初期型ガミガミ魔王ロボ。活躍する機会がありませんでしたこれ PSP バージョンだからかな、活躍する機会がありませんってね。見てないもんねこっちだと。確かにこれちゃんと布団があるわ、脱出するやつ。てかもう直に布団だわ初期装備布団だわ。形式 G の DF107 警備型ノーマルロボ回。形式 G の GD100BX 初期型ガミガミロボ回。活躍する機会がありませんでした。あ、やっぱそうなっちゃうんだ。ちゃんと PSP バージョンの微妙に。形式 G の ARMS025Z ガミガミアーマー、残念ながら勝てませんでした形式 G の DCOMO 違う、 M0019 デフコマンダー、残念ながら勝てませんでしたいやーすごいすごい。ちっちゃい小物とかも見たいですよ、私はすごく興味津々ですよ。ガミガミ魔王像建設の歴史。初代ガミガミ魔王像、ファジーなパイプ配管がグーデフ。そうだね、あのデザインも結構好き。ガミガミ魔王像建設、ミニ魔王像か。臨時建設、スピードが命で。でも結構綺麗に仕上がってたけど。若き日のガミガミ魔王像、若いことから悪の帝王でした。お供えお賽銭歓迎します。テレビも、歴代のテレビは初期型12型ガミガミ TV ハンドメイド、残念ながら映りませんでした最新ステレオ25ガミガミ TV ハンドメイド、残念ながら映りませんでした。ワイド型24型ガミガミ TV ハンドメイド、
残念ながら映りませんでした一応作れるけど全部映んないのか。ランダム魔王像か。あっちのね、おかひなところへ飛ばされました。一応ポポローグの要素もここにある。最新鋼鉄の王女、男のロマンも復活しました。復活しちゃダメでしょそれ。じゃミュージアムはこれで全部かな。いやマジ楽しいなこれ。年パス年パス、毎日じゃ休日行って仕事帰りとかも行っちゃうわ多分私これ。いやこれもいいな、最高だな。よし、この奥がもうあれか。すごく大きな音を立ててロボットが動いている。こんなものを作るのはきっと来た、魔王様のお城です。知らない人は無断で入れてはいけないと言われているです。だからちゃんと私たちに断ってから中に入るようにしてほしいです。話しかけてくれましたから中に勝手に入っていいと思うです。ここは魔王様のお城です。勝手に入ったら泣いてしまうです。ちゃんと話しかけてから入るなんてあなたはきっといい人なんです。もう城に入っても大丈夫ですよ。もう全部しかも動いてんのすごないこれ。すごいしでかい鉛筆だなこれ。センス爆発マジで。はい、一周じゃあ一応鋼鉄のシティ回ったところで今日は終わりにしておいて、次回お金貯めていろいろ買っておきます。買えるものは全部買っておかないと絶対ダメなんで、このタイミングで買っておいて、次回お城の方に進んでいこうと思います。この看板可愛いと思う、めっちゃ。はい、というわけでここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。